everyone! ハナです。今松本にいます。そして、たまたま通りかかったところ、ホテルのそこそこ近くに、信州居酒屋を見つけたので、ここに行ってみようと思います。Let's go!でした。お腹いっぱいになった。なんかね、クマはメニューにあったけど実際はなくて、イノシシのすき焼きとか、あと馬刺しとかを食べて、なんか新習慣満載のところだったよ。美味しかったです。明日上高地から登ります。天気がちょっと心配なんだけど、とりあえず行ってみる。そして、4時起きなのでもうそこ寝ようと思います。上高地に来ました。なんか山に登る人も多そうで、すごいとてつもなくワクワクしてきた。なんだろうこれ。今日は長ヶ岳に登ります。2泊3日でテント泊です。でルートとしては、ここから徳沢園っていうところまで、2時間ぐらい緩やかに、200メートルぐらいかな、緩やかに登っていって、そこから急坂で、コースタイムが全部で6時間半ぐらいだなんだよね。なのでどのぐらいで着くか全く見当がつかないんですけど、とりあえず2時間はその梓川に沿ってゆる登りということで、そこでちょっとウォーミングアップして急坂に登りたいと思います。お助けポールあります。で天気は、今日はまあ明日はどうなのか、最終日は確実に雨っぽいという感じなので、全然見えないですけど、でもせっかく、3日間お休みが取れたので満喫してこようと思います。レッツゴー。わあ、水が綺麗。
徳沢園まで来た。上高地から 6.5 キロぐらいかな、休憩のんびりしながら2時間ぐらいかけてきました。で、ここからが本格登山ですよ。まずはこの長堀山 4.5 キロこっちを目指します。レッツゴー。徳沢園宿泊者専用のラウンジだって。なんておしゃれな山荘なんだ。そしてグランピング的設置済みテントもある。なんておしゃれなとこなんだ。長ヶ岳方面コースタイムはここから4時間半なんだよね。で、のんびり休みながら行って7時間では着きたい。夕方4時までに着きたい。そんなささやかな目標で行こうと思います。登り始めてまだ10分ぐらいかな、ちょっとだけだけど、なんかね、ここまで2時間ウォーミングアップをしてすごく良かったと思う。なんか体が温まってて、あんまり今のところみたいな感じになってない。あと風が気持ちいい。やっぱり秋の山ですね。第1休憩、第1っていうか登り始めて第1ね、標高240メートルぐらい上がって、45分ぐらい歩いた。頑張った。とにかく爽やかでとても歩きやすい。さあ出発です。今のところね、ほぼコースタイム通りなんだよ。ほんのちょっとだけ遅れてるぐらい、いい調子。なんと 2000m 付近のちょっと平らなとこまであと 100m 切ってるそうです。頑張れ頑張れ。またまた45分歩いて 2000m 付近の平らな場所と思われる丸太エリアに来たので、休むよ。頑張った。特に距離とか時間は書いていません。休憩終わり。今まだ11時なんだけど、おにぎり、お昼ご飯のおにぎりを全部消費しちゃった。この後どうなるのか。だけど、今までコースタイム100分のところをなんと90分で来てるの。すごいね。なんか本当にコースタイムどうなってんだっていう気がするんだけど、もしこのまま行けるとしたら、この後のコースタイムは2時間なので、休憩何回入れて何回か入れたとしても、何回というか2回入れたとしても、そんなに時間がかからない。なんか最初7時間とか言ってたのは何だったんだっていう感じがしています。とりあえずゴー。
お、標識です。千代ヶ岳まで4キロ、徳沢から2キロ来た。あと3分の2ですね。まあでも標高差というか急坂度合いは今までの方が多分急坂だったと思われます。さっきの休憩から1時間ぐらい、標高にして250ぐらい上がったかな。休憩。よし、長堀山、ちょっと名前が定かじゃないんですけど、長堀山亀まであと300メートルです、標高。レッツゴと。今徳沢から距離にして半分来ました。あと3キロ。さっきの休憩から45分です。あと標高110メートルぐらいで長堀山、長なんとか山に着くんだけど、ちょっとすごいバテてるのでここで休みます。バテバテで20分ぐらい休んだ。とりあえず今のところ回復した感がある。あとはとっとと登って、その後妖精の池っていうところがあるみたいだから、そこまで頑張っていこうと思う。レッツゴー。池だ。でもまだだよね、きっと。キロか、長いね。はあ、とりあえず3分に来ました。長壁山だそうです。ずっと長堀山って言ってた。で、千代ヶ岳まで 1.8 キロです。まあ、ここからは
あんまり激しいアップダウンはなさそうだから、距離が、なんつうのか。徳沢園からここまで、長壁山まで、コースタイムが3時間40分のところを結局今5時間かかってんだよね。で、休憩を割とこまめに長めにして、それが45分ぐらいなんだけど、合計。それでも4時間15分かかってるの。3時間40分のところ。30分以上遅れを取ってるんだよね。で、最初の頃はむしろ割とコースタイム通りに行ってたんだけど、蓄積疲労で、特に最後のこのここまでの1本は結構標高差がそんなになかった。そこそこ、こう緩やかな登りになってきたにもかかわらず、全然スピードが上がらなかったっていうのはあるね。で、こっから標高は100ぐらい登る。距離的には1.8キロ。なんかサクサクいける気があんましないけど、まあでも4時までには絶対着くとは思います。結局なんか最初に予測した通りなのか。まあなんかね、最初すごい大変だと思ってたの。まあいろいろ調べたのと、あとなんか山に来るのが大体2ヶ月ぶりだから、なんか体が溜まってるっていうので、多分今日はめちゃめちゃ大変な山旅になるなと思って、で、徳沢院から2時間ぐらい登ったところで、意外に楽かもって思ったんだよね。でもまあ予想通り大変だったっていうことで。さあ、行きますよ。綺麗なところ。やった。さっきから半分ぐらい来たんだね、もう。あとちょっと、あと1キロ、頑張ろう。ヨロヨロしてる。やっとやっと視界が開けたところに出てきた。なんか長かったな、こうやって遠くを見渡せるまでに。お天気まずまず。ここが妖精の池かな。長壁山から妖精の池まで山系とコースタイム通りの30分だったので、この通り行けるんだったらあと30分で着くはず。ラストスパートだ。レッツゴー。森林限界が近づいてきた。山は最高です。このために登ってるよ。めっちゃ素晴らしい。
やってきました。イエーイ、城ヶ岳2677メートル。ちょっと待って、2677メートルです。やったー頑張った頑張った。いやー、すごいいい眺め。雲が多いけどね、でも向こう側見えてる、安曇野かな。よかったこれって。できた。これから小屋で受付と、あとビール、ビールあれば。町は安曇野かな。あ、売店見に行ってって書いてある。かわいい。では、慎んで乾杯。時間ちょうど8時間でした。頑張ったよ。ただいま。Good morning っていうか今夕方の6時半です。なんかね、5時ぐらいからね、ちょっとうとうとしてちょっとだけ寝ようかなと思ったら1時間半もでした。まあそりゃそうだよな、昨日とにかく睡眠時間がちょっと短めだったのと、あとはまあ今日普通に体力を使ったっていうのですっかり外は暗くなっている。なのでこれから夜ご飯タイムにしたいと思います。今鍋でお湯沸かして砂糖のご飯を温めてます。そして今日のメインディッシュはじゃーん、ステーキ、ステーキ丼です。もうね、これ何回かやったんだけどね、最高の山料理の一つだと思うんだよね。いいお肉がちょっと4割引きとかで売ってたので、それをゲットしてきました。そして凍らせて持ってきて、まあ、昨日は松本博だから昨日は冷蔵庫に入れといて、多分無事だと思うよ。では出来上がりを待っている間にワインをいただこうと思います。今回はシラーズ、オーストラリアだったと思うけど赤ワインです。乾杯。ちょっと濃厚でも
ちょっと酸味がある、なんかステーキに合いそう、ワクワク。今お肉を焼き始めました。前室でかつ半分開けてやってんだけど、それでもものすごい肉の焼ける匂いです。焼肉屋かって感じ。周りの人大丈夫かな美味しそうです。ご飯の上に巨大な肉の塊が乗っています。美味しそう。塩コショウはあらかじめ振ってきてます。いただきます。これはねフィレだってよ。いや柔らか、うん、美味しい。火は通ってる、うん、まっ。あ、今日頑張ったかやったな。そしてこれです。山の上の贅沢すぎる夕飯です。次はサーロインです。さらにでかい、うん、噛み応えでも柔らかい、うん、より肉肉しい、美味しい。やっぱりねフィレはすごく美味しいけど量は食べられないんでね、油が結構たっぷりだから。ごちそうさまでした。大満足です。お腹いっぱいになった。今日はねちょっと若干ね昼食が足りなめだったんだよね。お腹ペコペコだったんだけど、今はもう十分すぎるぐらい食べた感じです。これからトイレ行って歯磨きとかをしてきます。ちなみに生姜岳ヒュッテのトイレは汲み取り式で、今まで私が行ってきた山荘のトイレのすっばらしいトイレがいくつかあったんですけど、今一番思い出せるのは硫黄岳なんだよね。とにかく八ヶ岳はトイレがどこもいい、あの島枯れもいい、黒百合ヒュッテもいい、ほぼなんか匂わないトイレって感じなの。八ヶ岳は別格としてまあそこそこって感じです。まあでもねもちろんその場所によってできることできないことあると思うので、あんまりあれこれは言えないんですけど、とりあえずまあでもそうだな、白馬池とかよりはいいかもみたいな感じかな。なんか主観です、あくまでも。ではちょっと風が強くて寒いんだけどトイレに行かないわけにはいかないので行きます。風は結構ある、冷たい。で、霧が立ち込めてるんだけど、あの風で時々吹き飛ばされて星が綺麗に見えるんだよね。すごいいい感じ。あとはね、あの向こう側の街の明かりはかなり綺麗に見えます。明日どうなるかな。ちょっとでも晴れ間が見えるといいなと思ってます。
Good morning. 今朝の6時半です。本当は5時に最初タイマーをセットしてたんだけど、もう起きた瞬間にすごい雨音だったから日の出はないということで、6時ぐらいまで寝て、でトイレに行かないわけにもいかないから雨の中トイレに5分ぐらい歩いて行ってきて今に至るって感じです。でまあとにかく今日明日は天気が今日明日ってか明日は確実に悪かったんだけど、今日は天気がどうなるかが全然天気図とかを見てもわからなくって、これからどうしようかなって感じなんだけど、なんかね、天気と暮らすっていうサイトがあるんですよね。でそれはなんか天気予報っていうか登山指数っていうので、なんか3時間ごとの天気が出てるんですよ。天気っていうか蝶ヶ岳の予報が出てて、でそれをいまいちどういう登山指数がどういうことなのかわからないんだけど、それを今見たところ、9時台は朝の9時、今6時台でしょ、でその後9時台が B、 雨や風が強くてやや登山には適しませんっていうマークになってて、で12時台になると今度 A になってるの、 A はなんか登山に適してますみたいなことなの。だからそれを信用していいのかどうなのか本当に分かんないんだけど、まあでも今降りてもしょうがないから、まあ12時くらいまでだらだら仕事したり、分かんないけどここにいて、まあ予定では横徳沢まで降りて、そこでもう一泊しようかなって言ってたけど、でもこの雨だとテント張るのがそもそも大変だからどうするのかねって感じだよね。松本にもう一泊泊まるのか、どっか温泉を探すのか、さあたまた東京に帰るのかっていう、ちょっとなんか今までの山に行った中でも一に争うなんか雨に遭遇しています。激しいってわけじゃないけど、ずっと降り続いてる、そんな状況です。これから朝ごはんにします。さあ朝食ができました。本当はねトルティーヤを探したの、前それすごい美味しかったから、だけどトルティーヤがなくてピタパンなんだよね。ピタパン半分に割って、それにオープンサンドみたいな感じでサルサソースとベーコンと野菜を乗せてんだけど、食べにくそうなことこの上ない。いただきます。おいしい。うん、やっぱりこのパリッとピタを焼いたのとベーコンの油とあと生野菜と、うん、贅沢朝食ですよ。美味しい。でも今回鍋1個しかないからね、今鍋が油まみれになったから、こう火を入れることは困難だっていうことを発見したんですけどね。コクがある。あーいいな、オープンサンドとコーヒーめちゃめちゃ合う。青空が出てきた、いい兆候。お、ああ、穂高が見えてきた。綺麗。いいね。今トイレ行って戻ってきたら、青空がちょっと覗いたり、穂高がちょっと出たり。回復傾向にあるのは間違いないかなっていう感じがして期待してます。
で、小屋のところに au つながりますっていうステッカーが貼ってあったんだけど、実際テント上では au がアンテナ3本立ってる、そしてドコモは1本でした。カップスープ飲んでる。今9時半でもう雨はこのあとすごくひどくはならなそうな感じだから、飲み終わったらもう一回トイレ行ってでぼちぼち片付けて10時半ぐらいには出発しようかなと思ってます。のんびり朝を過ごしてる。雨は完全に止んだから外に出てみた。これから穂高を見に行くよ。どうかな。雲がかかってはいるけどでも上出来じゃないかな。常念見えてる。わー、昨日の夕方ぐらいは見えてるかも。下の川見えてる。あ、きれいきれい。この景色見れてよかった。撤収完了。なんか朝の雨が結構嘘みたいに乾いてる。いい兆候で天気が良くなったから横から降りようと思っています。ここから分岐までが30分で、分岐から横までが2時間半コースタイムで、そこから徳沢までが1時間らしいので、まあなんかコースタイムどうでもいい、どうでもいいかなっていうか、あんまりよくわからないので、とりあえず急いででもなく、まあいい感じで行こうと思います。トイレに寄っていく、そして水をもらっていく。ありがとう、また来るね。なんかな、夕日朝日リベンジしたいですね。ちなみにテント上全貌です。私たちがラストだった。みんな雨の中急いで降りてったんだね。素晴らしい行動力だと思います。でテント上結構アップダウンがあって、多分一番ビューがいいのは、安曇野の方に近いとこなんだけど、風が多分すごいと思う。そして、私たちが張ったところはちょっと下がってるから危うく水たまりになりかけた。というかドアの前は水たまりになった。だからまあ、あの辺が特等席なのかなって思うけど、多分最初に来たらみんなあそこに張るよね。で、階段を上がるとすぐ上高地側、穂高側が見えるので、相当いいテント場だと思います。木曽駒に匹敵するぐらい、テント場のロケーションビューは素晴らしい。だからもう一回行きたいな。夕日朝日を見たいよ。35分です、これから横方面に出発。さっき槍ヶ岳がちょっとだけ顔を出してた。嬉しすぎる。あー、なんかこんな景色見ながら降りれると思わなかったな。すごいラッキーです。城ヶ岳ヒュッテありがとう。では行きます。
岳山頂バイバイ。また来たいな。素晴らしすぎるな。紅葉の始まりの始まりが見える。こっから山を下っていくんだよ、どんどん。いいね。今多分人が一番少ないかも、夏休み後、紅葉前で。いやー、なんかすごい道。ここが分岐で、横に降りるからこっちに行くんだけど、ちょっと寄り道しようかな。常念までは到底行けないけど、ちょっと30分ぐらい登ったところに三角点があるんだって。なので雑貨を置いていきます。お散歩お散歩。常念が、そしてお天照が。おお、こっちの景色見たかったんだよね。本当に今朝の時点では、いや、なんなら昨日の夜の時点でもこんな景色絶対見れると思わなかった。最高。そして槍ヶ岳、またちょっとできてるよ。すごい。これやっぱ踊るべきところなんじゃないかなと思うんだけど、風が強くて音が聞こえないかな。すごっ。なんかね、前回7月に行った燕方面が見えてんだよね。で、お天照が見えるんだけど、お天照までは前回は行かなかったので、そこを挟んで常念があるわけですよ。この巨大な塊が、これに登ってみたい。大変そうだけど、でも登ってみたい。散歩から戻ってきて、今11時半なんだけど、ちょっと早めのお昼にしようかな。なんかこっから降りたら割とすぐ樹林帯みたいな感じだから、このいい景色を見ながら食べたいよね。で、風は強いけど、ここに座り込んだら幾分か防げそうだから、よし、ご飯決定です。できた。鯛雑炊です。乾燥野菜をいっぱい入れた。いただきます。熱っ。美味しい。鯛だしの味がする。お昼ご飯終わり。これから横まで一気に下ります。結構な急坂っぽい。さあ、この景色も見納めかな。 ありがとう。すごいギフトだった。
歩き始めてまだ10分だけど、ちょっと暑いから上着脱いだ。そしてやっぱり雨の後だから少しムシッとしてます。横まで3キロ。今いきなり第3ベンチっていう表示が出てきた。しかも特にベンチはない。あ、それがベンチ、丸太だよね。これかな、第3ベンチ。初耳です。あ、出た。長ヶ岳まで2キロ。つまりあれ、長ヶ岳から2キロ来たってことだよね。つまり横まで2キロってことじゃないでしょうか。さっき横まで3キロがあったもんね。なんか 1.5 キロぐらいまで行って休憩したいんだよね。頑張ろう。まあ 1.5 キロわかんないんだけどさ、もうちょっと。50分歩いた。休憩します。休憩終わり。ここからさらに 300m ぐらい標高下がったところに槍見台っていうところがあるらしく、次の休憩はそこにしたいと思います。多分また1時間ぐらいで行く感じかな。でその後横まで一気に下るという予定です。で、そう、横まで2キロ。さっき長ヶ岳まで2キロ。でもさ、2キロの2がね、手書きなのね。だからね、でも1キロってことはない気がするんだよね。まあ、ちょっとがっかりですが、先を進みましながら槍見台では。今は雲だけど、あと 100m ぐらいあるんだってさ。頑張っていこう。槍見台ではないですが、5分休みます。ここが槍見台かどうかは分からないけど、素晴らしい槍が見えました。10分間結局休憩したけど、その間に出てきたよ。もうここは槍見台でいいんじゃないかと。行きます。あとね、標高的には今日多分 1000m 降りるんだけど、合計で500ちょい降りてきたから、あと半分まで来ました。レッツゴー。向こうに着くということだね。ベンチ、そして依然としてベンチはない。歩き始めて10分ぐらいだったんだけど、マイクの調子が悪くなったからもう一回近くのベンチに座りました。で、ポールがね、なんかこれ調節式なんだけど、長さを歩いてる時にバーンって短くなっちゃったの、危なかったんだけど、それでなんかカチッてはまらなくなっちゃったから、もしかしたら故障したのかなと思ってるんだけど、ポールはポールの危険性があるなって改めて思いました。なんかあんまりポールに頼りすぎちゃうと、やっぱりポールが何かあった時に自分の体で支えられないので、その辺はちょっと注意しながら行かないとなと思います。なのであんまり重さをかけないでバランスを取るだけにしたいと思います。さっきまですごい爽やかな森歩きだったんだけど、高度が下がるにつれてジメジメ感が戻ってきた。そして岩が結構滑るね。これはちょっとタイムが遅くなっている感がある。ベンチがあったよ。
悲しいお知らせです。なんとここが槍見台です。えーって感じじゃない。確かに槍が見えるのか。全然計算と違います。標高どうなってんだろう。そうこうしているうちに槍が現れ始めている。iPhone の高度計は今1840ぐらいで、ここから横までが200メートルなの、標高差で。私たちのコースタイムっていうか、そのペースだと40分ぐらいなんだよね。だけど、まあ山系のコースタイムは槍見台が2000メートルぐらいにある感じになってたから、全然当てにならないんだけど。あの、山に行くたびにコースタイムの謎にいつもぶち当たって、私はもうそもそもコースタイムに全然追いつけないような体力なのですね。で、まあ、いろんな山に行ったところ、だいたい標高差250メートル登るのに1時間かかって、標高差300メートル降りるのに1時間かかるって感じなので、あんまりコースタイムを当てにするよりも、あの、等高線を見て、標高差を見て、自分の足でどのぐらいかかるかっていうのを計算した方がいいのかなっていうのを最近思ってます。太陽も出てきた。そして槍が出てる。あと、もう一つは、割と最近あるのは、なんか登り始め結構いいペースで行ってる、なんかコースタイム通りとか、コースタイムを短縮してるって言っても、蓄積疲労が、持久力がないんだよね。だから蓄積疲労が結局溜まって、なんか最後の方にものすごくペースダウンするから、そういう意味でもあんまりコースタイムを当てにせずに、自分の体力に合わせて、いろいろ計画を立てた方が後々焦ったりしなくていいのかなというのを今日も思った。以上です。最後の休憩終わり。これから200メートル下ります。目標タイム40分。やりー、ずっと見えてくれた。美しいな、嬉しいな。見納めかな今回は。よいしょ、またねー。いよいよ足が棒ですね。あとでももうちょっとなんだよ。よいしょ。お、小屋が見えてると思う、横の。あ、本当にあともうちょっとだ。到着した横尾登山口。そうなんだね。こっちに行くと槍ヶ岳だそうです。頑張りましたよ。やったね。ほら、綺麗に見えてる。降りてきたところはどこかな。
達成感でいっぱい。蝶ヶ岳から1000ちょい降りてきたんだよね。しかも昨日は上高地から行くと1300ぐらい登ったので、1日も休息なしに降りてきたから、なんかつば九郎の時よりくたびれたなっていう気がしてるんだよね。つば九郎は1日上でなんかお散歩したりとかして休んでたから。でもまあわかんないんだよね、あの山にしばらく行ってなかったとか、まあいろいろあるから何がどうとは言えないんですけど、でも達成感でいっぱいだし、なんか美しい景色をいっぱい見れて、で今日も森に泊まるよ。予定では徳沢にテント張ろうと思ってる。もうバス間に合わないから、上高地からのっていう感じです。なのでここから徳沢まではすごいゆっくり戻ろうと思います。着いてすぐ通り雨が来た。10分ぐらいでとりあえずはやんだけど、徳沢まで着いちゃいたいから行きます。とはいえ25分ぐらい休憩しました。ここからは緩やか1時間ぐらいでは行きます。どっちかな、こっちかな。やっとやっと徳沢の山小屋が見えてきた感じがする。山小屋ってかロッジっていうのかな。あ、なんかね、平地だからなんかこれ以上ものすごく疲れがたまるとかではないけど、結構長くはあったね。1時間ぐらいかな。結構ねお腹が空いています。11時半にお粥を食べただけだから夕食が美味しく食べれそう。その前にビール飲むけどね。着いたー。このものすごいおしゃれな徳沢小屋もちょっと楽しみたかったから、ここに泊まれるのは嬉しいです。テントだけど。そしてすごい雨になってきた。テント受付。よし、水場とトイレの場所は分かったので、テント張る前にもうビールを飲みます。もう限界です。しかもね、このおしゃれなね、この中で飲みたかったの。いろいろあるけど、まあとってもとっても素敵な徳沢のロッジの食堂というか喫茶エリアでビールをいただこうと思います。雨がねちょっと本格化してきたら怖いなっていうのがあるんですけど、まあとりあえずはビールを飲まないとね。乾杯。あー美味しい。あーなんかさ、山椒のビールもすごい美味しいんだけどさ、下山後のビールも本当美味しいんだよね。違う感じの美味しさなんだよね。でもどっちも美味しいの。ここは本当に可愛らしいところ。なんかね、売店の方に行くとね、なんかすごい素敵な暖炉がある部屋みたいのもあるんだよ。なんかそのちょうどいい古さと、なんていうのか、こうおしゃれな工夫と
なんか絶妙なんです、こういうところ本当に好き。なんか行きにねちょっとだけ売店寄って、あーなんかゆっくり行きたいなって思ってたからね、夢が叶った、もうすぐに。そして雨雲レーダーを見たら今まだちょっと雨降ってるんだけど、もうすぐ止むみたいで、明日の朝の7時からまた降り出すみたいだから、まあできれば5時ぐらいに撤収する感じで、とにかく早く夜ご飯を食べすぐに寝て、明日4時起き、4時起き可能かな、4時半起きで、4時半起き、5時半には撤収とかかなって思ってます。なんかでもさ、天気が今回はさギリ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 っていうか、ものすごいラッキーだったねみたいな気持ちになってる。だって今日さ上にいる人たちはもう絶望的でしょ。で昨日、あ、じゃない、今朝早く帰った人たちも超大変だったと思うの。でも多分早く帰、みんながなぜ早く帰ったかっていうと、早く出ないと上高地のバスに間に合わないんだよ。現に私たちの上高地のバスに全然間に合わなかったのもあって、もう一泊しようっていうことにもなったんだよね。まあもともと2泊の予定だったから別にそれは良かったんだけど、最初はバスに間に合えば松本に泊まろうかなと思ってたけど、でも松本に泊まる意味は全然ないので、だって初日に松本に泊まったでしょ。松本の居酒屋に行くよりはここにテントを張ってなんか自然の中で寝た方がもう全然いいんですよ。だけどもし今日がめちゃめちゃ土砂降りだったら、さすがにテントちょっと大変だろうなみたいな気持ちもあったので、そういう意味ではもうどんだけラッキーなんだっていう気持ちに今なっています。ありがたや。作戦、雨もだいぶ止んできたけど、でもとりあえず大きい荷物はここに置いたままテントだけ持って立ててきます。速攻レッツゴー。よし、とりあえずテントを立体化させた。まだくくりつけてはない。そしてまた雨が降り出した。持ってきたワインがもう残り少ないので、もう一杯追加しました。もう一本追加しました。乾杯。美味しいね。これから夕食にします。ご飯できた。今日はパスタ。早茹で1分30秒のマカロニにボロネーゼソースとトマトクリームソースを混ぜ、ミックスビーンズとマッシュルームとドライトマトが入ってる豪華。いただきます。うまっ。うん、あ、ドライトマト大正解ですよ。うん、マッシュルームもミックスビーンズも大正解ですよ。そしてもちろん赤ワインに合う。もちろんこの人生楽しい。すべく手が滞りなく終了しました。なんかね、炊事場がちゃんとあってね、食器も軽く流せるしね、歯磨きもできるしね。そしてトイレが無料の公衆トイレと有料100円、1回100円の有料トイレがあるんだけど、絶対に絶対に有料トイレ使ったらいいと思う。ホテルのトイレだもん。100円
200円でも払うよ。ただし時間が朝7時から夜7時半までなので、明日の朝はちょっと使えないんですけど、明日の予定は4時に起きて、でスープだけ飲んで5時にはもう撤収して、で7時に上高地でしょ、で上高地でちょっとのんびりしつつ仕事をしつつバスを待って帰るという計画になってます。一応天気予報がね、7時から雨っていうのを信じて上高地に雨が降る前に着けばいいなと思っています。なのでもう今7時40分だけど、あと20分で寝ます。おやすみなさい。Good morning. 今朝の5時5分です。4時に起きてスープだけ食べて撤収準備完了した。ここから7時までに上高地到着を目指します。お世話になりました。明神館まで着いた。ここが約半分ちょいぐらいかな、45分ぐらい歩いた。結構調子がいい。昨日の疲れはあんまり感じないです。筋肉痛は来始めてるけど、よし、ちょっと休憩。明神館出発します。これから3キロで上高地バス停、レッツゴー。ここからはあんまりアップダウンがないと思う。カッパ橋まで 0.4 キロになりました。最後すごい快適に歩いた。幸いまだ雨は来てない。戻ってきた、カッパ橋。めちゃめちゃいい朝の散歩だった。上高地バスターミナル戻ってきた。今7時ぐらいです。雨は合わなかった、素晴らしい。で、最初のバスが7時50分だから、売店見たりとかのんびり過ごして、最初のバスで、サワンドまで戻って温泉に行きたいなと思っております。サワンドバス停のすぐ近くにある立ち寄り湯に入ってきました。300円で24時間入れて、そして源泉かけ流しで硫黄のほんのり香りがして、塩素臭は全然ないの。なんか温まったし、すごい良かった。で、今回はとにかく雨が心配だったんだけど、全部いいタイミングで、すれすれかわしつつ行けた。めちゃめちゃラッキーでした。そして、穂高も槍も見えたし、長ヶ岳の稜線の歩きがもうなんか天国みたいだった。大満足です。そしてもうすでに筋肉痛が来てて、階段を降りるのが痛いなんだけど、もし来週月か天気が良ければ唐松岳に挑戦してみたいなと思っています。というわけで、また次の山でお会いしましょう。バイバイ。